第三者機関である係争処理委員会は沖縄県の尾長知事が名護市辺野古の埋め立て承認を取り消したのに対し石井国土交通大臣が一時執行停止としたことを沖縄県側が不服として開かれましたその結果沖縄県知事と国土交通大臣に対し文書での説明を求めることが決まりました